冷蔵庫をクーラー代わりには使えないのか。クーラーのない部屋に真夏の猛暑は応えます。とにかく暑いです。じーっとしていても次から次へと汗が吹き出てきちゃいます。そんな時、冷蔵庫の扉を開けるとひんやりとした冷気が流れてきて、すごい冷え冷えじゃーんって思いますよね。冷蔵庫を開けっぱなしにしておけば、これはクーラーなんて必要ないんじゃないかと、ある人物がそう考えて実際にその通りにやってみたんです。ところが一向に涼しくなる気配はなく、むしろ前よりも暑くなったと言います。なぜなんでしょう。冷蔵庫の複雑なメカニズムは省略するとして、その基本原理はガスを利用して冷蔵庫内の熱をモーターを回すことで外に吐き出そうというものなんです。冷蔵庫の後ろ側が熱いのはこの熱のせいなんです。つまり冷蔵庫内に出入りする熱量の差はプラスマイナスゼロということになります。それなのにドアを全開にしていたのでは、モーターはフル回転を余儀なくされて加熱してしまいます。結局発散される熱量の方が多くなって、かえって熱くなってしまうんです。どの宗教にも通用する香典の表書きは御霊膳なんです。キリスト教式の場合はお花料、神式の場合はお玉串料、仏式の場合は御霊膳、御香典、御花料などです。各宗教共通、迷ってしまった場合は御霊膳と書きましょう。同じ親から生まれたのにと持っておりますが、やはり同じものはありません。これは全人類の過去現在について言えることなので、自分と同じ遺伝情報を持った生命は自分しかいません。もし何かの加減であなたになる卵子が、受精した精子が別の精子だったら、今のままのあなたは存在してはおりません。神社の境内にはなぜ杉が植えてあるのか。花粉症のせいで杉はすっかり嫌われ者になってしまいました。しかし花粉症の原因となっている杉は、戦後に植林された西洋杉で、昔から生えている日本杉ではないんです。神社に生えている日本杉はよく見ると先が尖っております。これは箱杉ともいい、尖ったてっぺんに神様が
降りてくると考えられております。だから日本人にとってもともと杉は神聖な時期という意識がありました。酒樽に使われるのもそうした気持ちがあるからなんですね。寿司屋の上がりが熱いのには理由があるんです。酒の飲める人は寿司屋に行くとビールや日本酒を注文するが、寿司を本当に味わいたいなら熱い上がりで食べるのがいいですね。というのは、寿司ネタは火の通っていない生だから脂肪分が残ってしまいます。それが美味しいのですけれども、例えばトロを食べた後さっぱりした白身の魚を頼んだら口の中もやっぱりさっぱりしていたいです。そこで熱いお茶を含み脂肪分を流すんです。緑茶に含まれているフラボノイドには香りを流す作用もあるので、前に食べたネタの残りがも消えてしまいます。肉料理には濃厚な赤ワインがいいと言われる理由は、動物タンパクや脂肪分の消化を助ける効果があるわけではなく、単に味の濃厚な料理には白やロゼでは物足りないので、濃厚な赤ワインがいいというだけのことです。白ワインが好みなら赤ワインを飲む必要はありません。フルボディの赤ワインはブドウを皮ごと潰して発酵させたもので、皮には渋みの成分タンニンが含まれております。これが赤ワインの濃厚な味覚を演出するのです。タケノコはなぜ一日で1メートルも伸びるのか。雨が降った後のタケノコというか、春真っ盛りの雨上がりの竹やぶではタケノコがものすごい勢いで伸びてきます。一日で1メートル以上伸びることも珍しくはありません。その秘密は歯の
光合成で作られた栄養素を竹やぶに張り巡らされた根がたっぷり蓄えているからです。空を覆い尽くす竹の葉はさんさんと輝く太陽を受けて光合成で養分をどんどん製造し根に送り込み、根はそれをたっぷりと蓄えているんです。生しいたけよりも干ししいたけの方が体にいい。干ししいたけにはカルシウムの吸収を促すビタミン D が豊富に含まれておりますが、生しいたけには含まれておりません。生しいたけに大量に含まれているエルゴステロールという成分に太陽の紫外線が当たるとビタミン D に変わります。3時間ぐらい天日干ししただけで人が1日に必要な量と同じビタミン D ができます。ビタミン B2 もできます。だから乾燥機で作ったものはダメダメ。バックトゥーザフューチャーという映画を見たことはございますか？未来にはタイムトリップをすることができます。アインシュタインの相対性理論によれば、運動している時計はゆっくりと進みます。これはジェット機に積んだ正確無比の原子時計による測定で確かめられております。ゆっくりと進む度合いは遠ければ遠いほど大きく、例えばロケットが高速の 99% で飛ぶと地球上より7倍ゆっくり時間が進みます。そんなロケットに乗って宇宙旅行をしてくると、ロケット内の時計で1年しか経っていないのに、地球上では7年が経過していることになるんです。出発時に同い年だった人が7歳年上になっているんです。つまり7年後の未来世界にタイムトリップしたことになるわけなんです。
身体検査をすると確かに7歳年上になっていることを確認できるだろうと宇宙物理学者は言っております。ほうれん草を食べすぎると結石ができるのか。ほうれん草と豚肉のしゃぶしゃぶが人気を博しております。ほうれん草をたくさん食べられるのはいいんですね。一方、食べ過ぎると腎臓や尿路に結石ができるという説もあります。本当のところはどうなんでしょう。ネズミを使った実験では、生ほうれん草を食べ続けると、ほうれん草に含まれるシュウ酸がカルシウムと結びつき結石ができました。しかしこれは生ほうれん草だからで、シュウ酸は水に溶け出すので茹でて食べれば問題はありません。しゃぶしゃぶでも OK なんです。野菜を食べないエスキモーは栄養は十分なのでしょうか。氷の上で生活しているエスキモーはオットセイやトナカイなどの肉しか食べないのに、野菜不足から来る栄養失調にはなりません。ビタミン C 不足の解決病にもかかりません。これはなぜなんでしょう。それは彼らが果物よりもたくさんビタミン C を含んでいる生肉を食べているからなんです。肉は火を通すとビタミン C などの成分は壊れてしまいます。そのため別に野菜や果物を取らなくてはなりませんが、生肉のままならその必要はないんです。高い樹木のてっぺんまで水が行き渡るのはなぜか。
高くそびえている磁気を見上げるとてっぺんまで青々と葉が茂って勢いがあります。水分が十分行き渡っております。さて樹木は地中の水分を根から吸い上げててっぺんまで届けるわけだが、その仕組みの一つは蒸発力です。葉がどんどん水分を蒸発させ、その力で導管の中の水を上に引っ張り上げるのです。もう一つの仕組みは根圧であります。根が強い力で吸い上げた水を押し上げます。この二つの力で樹木全体が生き生きとしております。幹がトンネルになっている樹木が枯れないのはなぜか。樹木の幹で生命活動と関係が深いのは樹皮とそのすぐ下の部分だけであるんです。他は樹木を支えるだけですから、穴がくり抜かれても樹木は枯れません。樹皮のすぐ下にあって幹を太くする分裂組織や水や養分が通る導管がちゃんとしていれば、穴が開いていても青々と茂っていることができるんです。桜の古着にも大きな穴が幹に開いているものが珍しくありませんが、春になればちゃんと花をつけています。犬好きか猫好きかで性格がわかるか。ペットを飼うことは心理学では愛情の代償行為と考えられております。だからどんなペットが好きかで、その人がどんな対象に愛情を向けているかがわかり、それはそのまま性格判断に使うことができます。まず犬好き。犬は飼い主によく懐き、忠実です。そこからおとなしく、誠実、他人を裏切らず、協調性を大切にする性格を読み取ることができます。ただし、土佐犬やボクサーなどの飼い主は、権力的かもしれません。人の噂も75日というが、なぜ75日なんでしょう。当時、啓蒙、国、
立秋、小雪といった季節の区切りがあります。昔は15日を一節気とし、1年を24の気候の区切りで分けた二十四節気を使っておりました。そこで75日だが、75日イコール15日かける5だから五節気分となります。24節気では節気が5回巡ると春夏秋冬の次の季節に移ります。つまり75日はそこで一つのことが終わる、終わって次に移るという目安の日数となっていたのである。だから悪い噂も75日で消滅するとされたのです。電気うなぎは放電で自分は感電しないのか。電気うなぎの発電機関は発電板に変化した筋肉細胞が体長の半分以上も並んでおり、その数は数千個です。1個の発電板の電圧は 0.15V に過ぎないんですけれども、全部が一斉に放電すると 800V にもなります。獲物の魚に体をぶつけて感電させたり、また襲われた時には放電したりして逃げます。うっかり踏みつけて心臓麻痺を起こした人も少なくないんです。水槽で観察したところ、電気ウナギ自身は放電でピクピクしますが、体内には電気抵抗の多い脂肪がたっぷりあるので、自分が感電することはないんです。マッシュルームの日本名はなぜバフンタケか。グラタンやスパゲティに使われる白くてコロコロしたマッシュルーム、好物という人も多いです。しかしその日本名はバフンタケ。バフンは馬の糞です。なぜそんな名前がついているのかというと、バフンを使って育てるからなんです。だからその一大産地は競走馬のトレーニング場がある茨城県の三浦周辺なんです。もちろん世界中事情は同じです。毎日新鮮な馬糞の出る競馬場や牧場の周辺でマッシュルームは生産されております。朝日を浴びない生活は豚になりやすい、肥満になっちゃいます。なぜか日本大学の研究グループによると、残業続きで夜食生活を続け、翌日はフレックスタイムで午後出社し、夜中まで働くというシステムエンジニアにありがちな生活スタイルを続けていると、朝日を浴びることができないため
メタボリック体型になると言います。これは細胞の中にあって脂肪を溜めやすくさせるタンパク質の BMAL1 が増えるから、このタンパク質は朝日を浴びると減りますが、浴びないとそのまま残って悪さをします。その結果ブク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 と肥満になっていってしまいます。歩くとなぜメタボリック対策、肥満対策になるのか。メタボリックシンドロームが騒がれていますが、内臓脂肪の肥満を感じている人は何か対策をと思っているかもしれません。そんな人に一番いいのは歩くことなんです。相撲取りは見た目は太っているのに内臓脂肪が少ないんです。それは激しい運動をしているからなんです。運動をすると脂肪を内臓脂肪に変える酵素が減るので効果てきめんなんです。しかしジョギングや水泳は大変だからとりあえず歩くといいんですね。鉄でできた重い船がなぜ水に浮くのか。水に浮くのはそのものが同じ体積の水より軽いからなんです。1立方メートルの水と1立方メートルの木では木の方が軽いから浮きます。鉄は重いので沈みます。では鉄を水より軽くするにはどうすればいいんでしょうか。体積を大きくして中をくり抜けばいいんです。大きな体積の鉄の中身をくり抜けば、どん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 軽くなり、やがて同じ体積の水より軽くなっていきます。同じ原理で、鉄でできた船の中は空洞ですから木より軽いんです。だから水に浮くんです。タイやインドで辛いカレー料理が好まれる理由。激辛であれば肉や魚が腐敗しにくくなるということがカレー料理の背景にはあるんですけども、もう一つ、唾液の分泌を促す作用を忘れてはならないんです。酸っぱいものを食べると唾液がたくさん出ますが、同じように辛いものでも唾液がたくさん出ます。普通の食品の8倍も出るという話もあるくらいなんです。唾液がたくさん出れば消化が促されるので胃や腸の負担が軽くなります。食欲がなくなるほどの暑い国ではこの効果は大きいんです。温泉宿の料理はなぜあんなに品数が多いのか。料理の品数は
多い方が客は喜ぶということもあるんでしょうけども、昔から日本料理には品数を多くして献立は奇数でまとめるという伝統がありました。伝統というと大げさに聞こえますが、少量の料理を皿数多く賑やかに出すのが縁起が良いとされております。数え方はご飯と一汁四菜、おかずを四皿で五品にしております。奇数といってもたくあんなどは、見切れは身が切れる、四切れ、仕切れは死につながるとされ、見切れか五切れにしてあります。ご飯を盛るのに半碗と言わずになぜ茶碗というのか。安土桃山時代以前は食事は1日に2回だったので、大きな碗に飯をたくさん入れて食べていました。おかずはほとんどなく、とにかく飯を食べて腹を膨らませるのが食事だったんです。ところが安土桃山時代になると3食の習慣が生まれ、おかずを添えて食べるようになりました。おかずと交互に食べるのには小さいお椀の方が便利なので、お茶を飲むお椀と同じぐらいの大きさのものを使い、何回かおかわりしながら食べるようになったんです。お茶を飲むお椀と同じぐらいの大きさだから茶碗と言っているんです。塩酒などを抜くときの塩抜きはなぜ真水より薄い塩水の方がいいのでしょう。塩酒など塩をしてある魚の塩抜きをするとき、真水につけておくと魚が水っぽくなって味が落ちてしまいます。これは浸透圧という現象で、塩分濃度の濃い魚の肉に真水が染み込んでしまうんです。これを避けるには真水ではなく薄い塩水を使うんです。塩をしてあるのにさらに塩水につけるのにはちょっと意外と思うかもしれませんが、料理の世界ではこれを呼び水と言います。ちゃんと塩抜きができるんです。そして水っぽくもなりません。スペースシャトルの中ではコップたった一杯の水でも溺れてしまうんです。無重力状態のスペースシャトルの中ではコップの水をこぼすと表面張力で水玉となって浮遊します。この水玉はいくらでも大きくなりますので、バケツの水をぶちまけたら大変なことになってしまうんです。なぜなら水は親和性が強いので、その水玉に顔を突っ込んだら口や鼻から這うように肺に入り込み溺れてしまうんです。たったコップ一杯の水でも
顔に張り付いたら急いで処理しないと大変危険で命を落としてしまいます。児童虐待が増えております。子供が暴力を受けているかな、なんか殴られているかもしれないな、など思った方はいち早く189、いち早く、いち早く189へ電話をしてください。子供は私たちの宝物です。未来へ続く私たちの宝物なんです。皆さんで子供たちを守りましょう。よろしくお願いいたします。